丁朝は、現在のベトナム北部を支配した王朝。首都は花漁。ベトナムで編纂された史書では、クレアサが初の独立王朝とされているが、北、ベトナムが中華王朝から真に独立したのは、丁朝の時代からだとする意見もある。創始者長武寮の父丁皇朝は、関州の志士として、クレアサに仕えたが、丁皇朝は、丁武良が幼少の頃に没死した。 クレチョウ末期の965年に北、ベトナムでは12人の軍友による派遣争いが起こると、テーブリョは十二主君の一人である陳ン,ンと同盟を結び、陳ン,ンより後継者の地位を約束された。十二主君の一人の後正さを下した、テーブリョは北ベトナムの主導権を握り、他の主君との戦いに勝利し、民衆より満昇王と呼ばれた。テイブリョは、 大正明王という王号を送られ、国号を大区越都市、帝朝を開いた。クレアサの都である、ダイラは中国に依存する従来の支配者層が多かったため、故郷の花、領土に定め、首都の建設と国内の再興を計画した。そして970年に、ベトナム最初の元号である太平が制定された。翌971年に、 文武蔵道の解品の制定を実施した。ベトナム初となる国号と王号の制定、同線、太平橋だからの中造によって、帝長は東南アジア唯一の小中華国家としての道を歩み始める。978年に帝武寮の抜主である帝高老が皇太子となるが、帝武寮と共に十二四君との戦いを勝ち抜いた帝玉牧はこの決定に不満を抱き、 人を使って、帝公牢を暗殺した。この事件が979年10月の内乱を引き起こし、帝武良と帝玉木は思考内陣の森尺によって暗殺される。帝武良の死後、その子で唯一生存していた帝が6歳で即位し、軍部の有力者である、はじむ艦が摂政となって、帝を貢献した。宮廷で政務を取る機会が多いはじむ艦は、 皇太后のヨークモがと親密になり、帝国皇、元宝ら帝身や、はじむ間の政敵は挙兵するが失敗し、首謀者は処刑された。一方、宋では、大区越の政変に乗じて、軍を進めるべしという意見が入れられ、大久越遠征の準備が進められていた。また、南方のチャンパ王国では、チャンパに亡命していた十二主君の一人クレヒ喜びが、 チャンパ水軍との共同出兵を行った。チャンパの出兵は嵐にあって失敗したが、980年6月に、はじむ艦は、復心の反距領を大将軍に命じて、北辺の防備に当たらせ、反距領は出陣の前に、はじむ艦を皇帝に擁立することを将兵に説いた。将兵たちは、はじむ艦の即位に賛成し、帝の範囲、はじむ艦とヨークモガの結婚をもって、 帝朝は滅亡し、全霊朝が成立した。全霊朝成立後、反乱鎮圧に従軍して戦死するまでの間帝は、古種として、中央で攻遇され、よくもは、じむ間の後皇后の筆頭として影響力を持った。また、金属、無音族の中には、低部寮の子孫を称する家系が存在する。花、寮の背後には、石灰岩からなる大雲山があり、 花柳と大雲山は、レンガと土石の城壁によってつなげられていた。木内は、皇帝が政務を取る区域と民衆の居住区に二分され、前者には、宮殿以外に管理と兵士の生活区域、一柱寺と法天寺が置かれていた。低朝では罪人に過酷な刑が課せられており、花柳には罪人を入れるための虎が入った檻が置かれていた。木の織物、静止、静止。 陶器などの伝統工芸が発展し、工程と管理に必要な品を生産する国営の工場が設置された。港湾には他国の商船が訪れ、人の往来が盛んである層との国境地帯では、物々交換が頻繁に行われた。また、地方にも、経済の発展の影響が及び、公易の拠点都市が形成された。ホワルーのンティエンホ安ンホコラチョの支配下では、 国内の軍管区は銃の道に分けられた。甲がデルタの農民兵からなる、約10万人の銃、道軍が設置され、銃、道軍が被る川製の資格防止は15世紀まで、北ベトナムの軍隊の装備として採用された。軍の最高司令官である銃、道将軍には建国の後進の一人である、ハジム官が任じられ、その地位によって、定調末期の実権を握った。銃、 道軍の他に、帝武領は、出身地であるアイスなどの兵士からなる護衛隊を、組織して、新編の警護に当たらせた。帝武領は、政策の実施にあたって、中華王朝に逐一報告を行い、その都度了承を得ていた。最初は十国の南関、971年に、宋が南関を併合すると、宋に施設を送って、北方の王朝と直接交流を持った。 中華王朝からは、節度史の地位を認められ、975年に、宋から、高鎮軍王に封じられた。国内及び南方に対しては皇帝を称し、宋が十国を平定した973年以降、宋に対しては王を名乗り、皇帝等を使い分けるベトナム王朝の外交方針が成立する。しかし、宋に対して、親中の意思を表明する一方で、本来は、 目を意味する、区の字をベトナム語の発音に対応する当て字として、国語をに用い、中国の支配から脱出する意思を表した。先行帝背景長武領の次男。ありがとうございます。